ロマーノ・フェナティは、イタリアのオートバイレーサー。世界選手権参戦前には、イタリア国内選手権 125cc クラス、スペイン国内選手権 125cc クラスに参戦していた。2012年シーズン、フェナティは、チームイタリア・フミーと契約、FTR ホンに乗ることになった。デビュー戦となった第1ラウンドのカタール GP では2位に入賞した。初優勝は、 第2戦のスペイン GP であった。フェナティは1991年の上田昇に次ぐデビュー2戦で表彰台に昇るという結果を出したライダーとなった。2015年シーズン、アルゼンチン GP のウォーミングアップ中にフェナティはニクラスアジョとトラブルになり走行中にアジョのマシンにキックした。また、キルスイッチで アジョのマシンのエンジンを止めたことから3点のペナルティを受けた。2018年シーズン、マリネ・ディスパイナーズチームに所属し、元にに参戦。2018年9月9日、サンマ割の GP のレース中、ステファノ・マンチとの競り合いの中でマンチのバイクのブレーキを握り妨害。同レースを失格処分になった後、 改めて2レース出場停止の処分を受けた。翌日の9月10日、マリネ・ディスパイナーズチームは、反スポーツマンシップで危険、そして有害な行為により、ロマーノ・フェナティとの契約を直ちに解除することを発表します。計り知れない後悔とともに、彼の無責任な行為により、他者の命を危険にさらしたことは、決して許されませんとの声明を発表し、 同日付でのフェナティの解雇を発表した。フェナティは過去にもレース中にニコラスアジョに暴行の上ヒルスイッチを押すという違反行為を行っていた。そして9月18日、国際モーターサイクリズム連盟はフェナティ本人を連盟本部に召喚し、2018年末までのライセンス撤回を決定した。ありがとうございます。